玉水駅は、京都府鈴木郡井手町大和井出庄寺北垣内に、ある、西日本旅客鉄道奈良線の駅。駅番号は、JRD16。2003年3月15日のダイヤ改正以降、全列車が停車する井手町の代表駅である。奈良線輸送改善の関連事業として2017年2月から、駅の強上化、バリアフリー化及び、東西自由通路の整備が行われ、 2018年12月15日に供用開始された。総事業費は16億6000万円。2番乗り場ホーム上に1953年8月15日の南山城水害で玉川上流から流れ着いたとされる重さやクロットンの巨石があり、橋上駅舎への建て替えに伴い撤去される予定であった。計画を知った地域住民らは、 井手町と JR 西日本に巨石の保存を要望、巨石の保存を求める6000人分の署名を井手町に提出した。井手町は JR 西日本と対応を協議した結果、同じホーム上に保存することに決まった。元の場所では階段の土台を支障するため、東側階段の元に移動し、由来の書かれた石碑は駅の外から見えるよう向きを変えた。 相対式ホーム2面2線を有する行き違い可能な地上駅。西側ホームが1番乗り場、東側ホームが2番乗り場である。日中は京都行きの宮古寺快速と奈良行き、普通が行き違いを行う。宇治駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託している業務委託駅である。早朝、深夜時は無人になる。 マルス端末の設備はないため、窓口での発見は、ポス端末によって行われる。自動改札機は、簡易式で IC カード乗車券が利用することができる。京都府統計所と井手町統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通り、駅前、ありがとうございます。